パンツを捨てる猿という本の背景となった考え方ということで、栗本慎一郎さんの意味と生命についてやっていきたいと思います。で、意味と生命という本なんですが、でその本は基本的にマイケル・ポランニーという人の考え方をもとにしています。マイケル・ポランニーという人というと、写真こうですね、これは主張である個人的知識というのがあるんですけど、パーソナルナレッジで、栗本さんは人格的知と言った方がいいと言ってますけど、個人的というと近代個人的な感じがしてくるということで、もう少しで、このマイケル・ポランニーという人はどういう人なのかと言いますと、ここにも写真がありますね。これは、どれかな、あれ、ボケてるな。どれかな。ちょっとボケてますね。そうだった。これは、これは、創発の暗黙知という本で、これは、マイケル・ポランニーが、物理学か化学者だったんですけど、その化学の共同研究者として、北大の堀内二郎という人がいまして、その人の弟子たちがポランニーのことを、ポランニーのか日本の化学に対する影響みたいなことについて書いたその本なんですが、それで例えばこれは現代思想のマイケル・ポランニー特集ですね。で、ここの現代思想のマイケル・ポランニー特集に、大和正幸という、方の、ちょっと紹介がありますので、マイケル・ポランニーという人の、それについて、そこの部分をちょっとだけ読んでみます。理科系からのマイケル・ポランニー、でここに引用文があります。ボルン・アインシュタイン往復書簡というところで、ボルンとアインシュタインのやり取りで、ボルンからアインシュタインの手紙なんですけど、ポランニーの反応速度の論文をどうお考えかぜひ伺いたいと思っています。ポランニーの引っ張り強さの論文も主役なさったとは思いませんが、それでいてどこか真理をついたところがあるようです。この問題でお話を伺えたら本当に嬉しいのですが。1921年11月29日、ボルン、これが頭にちょっと引用されてます。そしてその後に、マイケル・ポランニーの名が無意味な政治的配慮によってが岩波理化学辞典から削除されたにもかかわらず、その業績が高校内視や大学教養課程の科学・化学の教科書に見られるトピックのほとんど全て、コロイド、結晶構造、反応速度論、平行定数、素反応、中間体等々を覆い尽くすに至った。同時に匿名化も進行したのだが、現在マイケルの哲学を考える上でも彼の理学者としての業績に注目するのは無意味なことではない。例えばマイケルの実習にして現トロント大学物理学部教授ジョン・ポランニーに従って、マイケルの自然科学分野における業績を大きく4つに分類することができる。1、吸着理論、2、物質の可塑性と強度、3、X 線分析、4、反応機構。全くかけ離れたこの4つ、これら4つの分野で2度の世界大戦を挟む40年間に200を超える論文を提出し、現代科学、単に化学の領域にとどまるというものではなく、量子論、相対論といった最先端の物理学の成果の早い時期からの導入があった。マイケルは1925年のハイゼンベルグによる量子力学の定式化にはるかに先立つ1913年、量子仮説への熱力学の応用に関する論文2編を発表している、の基礎を築いた。ちなみにマイケルは最先端の医学、彼の最初の論文は19歳の時に発表した脳水腫液に関するものである。最先端の医学、物理化学研究に取り組みながら同時に社会科学分野においても執筆を行っていたのであり、こちらも経済体制論から失業雇用問題貨幣論に至り、しかも当時のニューメディアであった教育用映画まで作るという極めて多岐にわたるものであり、その進化が明らかになるのはまだ先のこととならざるを得ないというのが現状であるとありますが、そこでここで出てた息子ですね。息子がノーベル賞を取っていて、そのノーベル賞を取った息子というのは、
マイケル・ポランニーの親子に対する受賞であろうっていう。で、息子が投票賞を取ったのは1986年です。マイケル・ポランニー自身は1972年かなに亡くなっていますから、1976年に亡くなっていますから、息子がノーベル賞を取る10年前に亡くなってるんですね。で、息子なんですけど、ここにとても古い1992年のジャンプがあるんですけど、これも古いかな、古いんですけど、これに、戦う科学者って、こうやって、名前出てます。ジョン・チャールズ・ポランニーっていうふうなね、名前出てますね。ここに、例えばまあ、この漫画では、まあ、こういうふうに、いいかな。つかないかな。まあ、アインシュタインなんかの絵とか、一緒になんか並べていろいろ描いたんですね。まあ、いいか。で、この、で、さっきの、さっきの本で言えば、その、ノーベル賞を取った息子っていうのは、もう映るかな。これ。この、真ん中の赤子台っていうのがポランニーで、その右隣にいるのが、この、そのジャン、ノーベル賞を取ったジャン、ジョン・チャールズ・ポランニーですね。で、このポランニーは、例えば日本で言うと暗黙知という話がありまして、言葉にならない知。つまり、人の顔を見分けるときに言葉にならないけど知ってるとか、言葉にならない、形式知と暗黙知って言い方する人がいますけど、言葉に表せ、した知識と暗黙の知というのは、その相互補完しながらどんどん言葉にしていくんだとかいう言い方がありますが、このこれは古い版ですけど、今文庫版が出てて、これはものすごく古い版、暗黙知の次元という本があって、これマイケル・ポラニスって、テイシットナレッジっていう言い方なんですけどね。で、このこと、これは結構随分後半に扱われた言葉です。暗黙の次元で、その物事を知る力と、その生物進化の根源というの力というのをポランニーは類推して重ね合わせというところがあります。で、その問題系統を栗本さんは追求しようとしたんですけど、それで、そのさっきのマイケル・ポランニーのその個人的知識という本ですね。で、ここの頭にちょっとポランニーの助言を読むと、本書は主として科学的知識の本性の探求とその正当化のためのものである。しかし私の科学的知識の再検討は科学の外に横たわる広範な問題へと導いていく。私の出発点は科学の超然性の理想を排斥することである。精密科学においてはこの偽りの理想も無害であろう。というのはそこではこの理想を科学者が無視するからである。だが後に見るようにこれは生物学、心理学、社会学で破壊的な影響を及ぼし、我々の見地全体を科学の領域をはるかに超えたところまで誤らせるのだ。私はこれにとって変わる知識の理想を極めて一般的に打ち立てたいのである。で、ここで私の出発点は科学の超然性の理想を排斥することであるっていうんですけど、この超然性という言葉は英語で言うとデタッチメントとかってあります。で、まあ、距離を置くとか分離とかいう話なんですけど、で、距離を置いて客観視するっていうことに対する、だからカール・ポッパーの客観的知識という本に対して個人的知識って立ててんだっていうふうな話もありますけど、その私たちが身体的な認知を持って作用しなければどのような客観的知も存在しない、得ないっていう、まあ事実は事実なんですが、そのデタッチメントを排斥すると言ってって言ってるんですけども、 でもポランニーの最終的なところはだんだん進化論になっていって、その人類という生命形態はいかにして存在するに至ったかということを探ることと、その宗教的信仰というものが合致する時点があるであろうと、
それを一種の人間生物の観察ではなくて人間自身の人類というものが繁栄交流して生きてきたこと自体を対象にする一種の超生物学、ウルトラバイオロジーって言い方してるんですけども、でその他に創造的創造力っていう本がありまして、そこではあのポラニーは最終的に生命のは DNA には還元できないって言い方してるんですよね。だからでもこのプラニーのこの本は1956年あたりなんですよね。だからその DNA の発見よりもちょっと前あたりっていうか前後していて、あの現在のような分子生物学の交流みたいなものを見る前というかな、でも76年ですからに対して、あとポラニーの 業績といいますかね、人工知能論でも人工知能が可能かどうかという議論が、あの人工知能を開発した一人であるアラン・チューリングとの議論とかありまして、知能とものと進化ということ、生物進化と認あの生物の認知ということについて の考えがあって、そのについての議論 で分子生物学に対しても最終的に否定的な見方をしていますね。でそれについてこのプラニーのこの視点について一番そのおそらく正当に引き受けてあの問題立てようとしたのが栗本さんなわけです。で意味と生命という本から入ってきますけど、ちょっと僕が持ってる本はボロボロなんで、あの表紙がないのですが、でそのポラニーので意味と生命、暗黙知理論から生命の量子論へとなっています。で序章第1節、西洋形而上学の伝統からの決別、外部の内部化問題と還元主義、化学の分野で口実というような誠な顕著な業績を挙げながら、科学者にして物理学者マイケル・ポラニーは経済学、社会学、科学哲学、言語哲学などの分野に主な関心を移した。しかし彼は実践には関心を移したのではなく、ただ関心を深めたのだが、なぜ移したのかと他人から質問されることはしばしばであった。そうした時彼は次のように答えたという。その答えは実際全く単純なのです。つまり正常であることに戻る欲望です。我々は皆世界の全体に関心を持っているという状態から出発したのです。これが我々の持ち得る唯一の関心なのです。これはマイケル・プランニングが1959年にル・コント・デュネー賞というのを、その個人的知識ともう一つの、 あの小雑誌である人間についてという本について賞をもらった時 の、 あのスピーチなんですけど、正常であることへ戻る欲望、デザイア・トゥ・ゴー・バック・トゥ・ノーマルと彼が表現したのは、分野ごとに分散化された科学の処理論をアブノーマルとみなし、人間はなぜ思考するのかという問題の根源に立ち戻ることを自ら課したことを反映するものであった。我々は確かに目前の日常の事件にも関心を持つが、同時にその同じ個人が宇宙の成立や運動に関心を持っている。貨幣と商業が別々の起源を有しているという徳カール・ポランニーとは一見180度違って、人の生命や存在において全て同じ起源や土台を持つとマイケル・ポランニーは指摘するわけだ。相対立する兄弟の態度のようだが、そうではない。カールは経済概念の全てを市場システムに還元して理解するのに反対し、人間の普遍的な経済 The Livelihood of Man の中でどういう位置づけになるかを検討し直そうとしたのだし、マイケルもまた近代社会の科学が人間の存在それ自体が参加しない根拠だけを検討の課題として認める態度であることを批判しているのであって、そこに近代が生み出した概念に依拠せず、より普遍的な存在論に寄ろうとする共通点を見出すのは容易である。マイケルの場合の方が言語哲学の全面的展開や、なぜ近代社会が還元主義を生むのかという点への総合的な展開の意思が強烈である。しかしながら両者に共通するものとして近代の論理を徹底的に相対化するという態度がある。相対化するとは批判しながらも、ただ敵対視したり感情的な攻撃の相手にせず、その根拠について明らかにしているということだ。近代的思考の保管物であったり、甘いスイカに対する辛い塩のような位置に立つ神秘主義についても同様である。で、ここでその物理科学の分野でマイケル・ポランニー自身がノーベル賞を取れるっていう話だったのが、ノーベル賞は実際も取れるから推薦してやろうかと言われて、
講義義務のない社会学の教授になりたいっていうふうにして、50代後半かなに転身したっていう話があって、それは割に合わないんじゃないかっていうそんな、噂話があります。それとですね、ここでマイケルはカール・ポランニーに比べて言語哲学に対する全面的展開って書いてるんですけど、それはあまり個人的知識とか見る限りはビトゲンシュタインに対する厳しい批判とか、そう周囲に対する宙においての否定的な評価みたいなものがあるんですが、言語哲学において全面的な言語哲学ってないように思うんですね。逆にそう、栗本さんはその言語という問題、構造言語学から一時記号論として、その言語学というものが全ての学問を先導する役割を果たすんじゃないか期待された時代がありまして、で構造主義といってその言語の構造を問題にすると。で言語の構造というものがあって、それに対して我々は規制されているので、無意識に規制されてしまっているので、その無意識の規制というものを考えるべきだっていうふうな、私たちが生まれる前から、この世に生まれ落ちる前から存在している言語という言語の体系があって、そこに生まれた時に参入していくわけですけど、その参入していくっていう参入していく枠みたいな客観的な体系があって、そこにそれを問題にすべきだっていうふうな話があったわけですね。でその言語流れがこの海と生命っていうのは1988年で、ほとんどパンツを捨てる猿のちょっと後かな、同時期に書かれたものなんですけど、言語についての問題というのがその現代思想といわれる1970年代後半から、ここだと80年代前半かな、この80年代後半あたりはもう様相が変わってきてしまうんですけど、言語についての問題というのが文芸批評の哲学による文芸批評と哲学の総合の類なんていうのも関係して非常に流行っていったというか主流の考えだったんで、言語哲学っていうのをポランニーから見た言語哲学っていうのを打ち立てたいというのが栗本さん の発想だったと思います。で 次に行きます。ところで科学の諸分野の処理論が分断され分立して狭い範囲での権威が成立していったのは、何も科学者だけの問題責任ではない。そうさせる背景があるからこそ各分野のセクショナリズムが現れていたのだ。根本的には還元主義、リダクショニズムにある。すべてのこと事物をその最小要素に還元して、それを再び組み合わせれば理解できるという還元主義の思考が、狭い範囲での理論の自立を可能に見せかけた。これもまた近代市場社会の思考様式の蓄積であって、ユダヤのカバラに依拠するような神秘主義が、体系の外から絶対的理由を持ち込むものとして排除された結果取られた思考様式でもあったのだ。つまり還元主義は一つの閉じた言語体系の中で全てを語りたいという意思によって生まれてたものだった。還元主義への一方のドライブ要因は、科学は神を語らなくても良いもの になり得るのではないかという甘美に過ぎる問いで誘いであった。ヨーロッパにおける科学者も思想家もほとんど全てが信仰者であったが、同じくほとんど全てが神の名のもとに提出されたアプリオリの事物観に悩んでいたのであった。神の存在や神秘の名による思考停止が確かに存在した。近代主義の科学者や思想家たちは、これにこうして事物の隠された本性を暴くことに意を尽くした。かくして17世紀以降の科学の展開は疑いもなく還元主義を主役として立たされたものだったのである。哲学においてもベネディクトス・スピノザはカバラ主義的なユダヤ教を廃し、後にカール・マルクスに影響を与える機械論的思考をそこに起因させることになった。マルクス主義にまで至れば、我々はそこに還元主義の苗木が多数育っていることを理解するのに固くない。哲学者たちはさすがに還元主義を赤裸々に標榜することはなかったが、スピノザがその後の西洋系儒教学に与えた大きな影響は、明らかに神秘主義に理解と関心を示しながらも、それを体系内に組み込み、さらに神をさえも同じ体系内で語り得る一元的で閉じた、しかし広大な言語体系の希望を示すものだった。スピノザが近世西洋哲学に巨大な影響を残すのは、首長エチカにおける解析幾何学展開のあれこれの序述というよりも、その強靭な意志によるものだったといえる。そのスピノザに始まり、少し遅れた同時大臣、ゴットフリート・ビルフェルム・ライプニッツにも顕著であり、ゲオルグ・ビルフェルム・フリドリッヒ・ヘーゲル、カール・マルクス、ゼーレン・キルケゴール、コール、フリドリッヒ・ビルフェルム・ニーチェへと、連綿と
受け継がれる西洋的思考形式の問題は、いずれも神なり絶対者なり理性なり自然の摂理なりを言語体系の完全な外部において、その対比において内部を語ることを拒否して、なんとか内部に取り込んだ一元的な閉じた言語体系の中でそれを語ろうというものだった。今日日本のカルタニ公人の外部性の接近の態度もまたこのスピノザ的前頭の中にある。これが自然科学の還元主義とどうつながるかといえば、それは結局のところその土俵作りに役立つということに尽きる。つまり一定の枠の体系が見つかれば、あとはその中をしらみつぶしに分析していけば全てが分かることになるわけだ。これは哲学者たちが意識してはいなかったとしても還元主義と推定する姿勢だと言いたい。私はここで西洋形而上学の概説書一般の共通評価から外れる奇妙なことを言っているかもしれない。しかしそれは百も承知であって、その西洋の裁量質の思想でさえもその出発点の限界を超えず、今全く新たな言語体系が必要とされていると言いたいため、しかもさらにマイケル・ポランニンの意味論や言語観およびそれを含んで提出されている暗黙知テイシットノーイングまたはテイシットナレッジの理論にその具体的な展望があると言いたいため、あえて一つの叩き台を提出しているのだ。つまり私の言いたいことは一つである。スピノザにせよ、ライプニッツにせよ、ヘーゲルにせよ、ニーチェにせよ、彼らは外部を言語体系の内部に取り込んでその体系を枠にすることを求めた。その心は、ひとたび枠があれば次にその内部はいずれ要素分解的視点で解き得るということだったはずだ。いくらスピノザやライプニッツに神秘主義がある、ニーチェにニヒリズムが強烈だと言っても、私にはむしろそれはそのように後世見なされてしまう部分を乗り越えようと彼らが果てしなく努力し、いい加減にはそうできないことを知っているためこだわってしまった結果だと読める。スピノザはエチカの冒頭で次のように述べている。実体とはそれ自身において存在し、それ自身によって考えられるもののことである。言い換えればその概念を形成するために他のものの概念を必要としないもののことである。このような記述は事の初めから我々の言語観や理論になるものの位置づけに敵対する。マイケル・ポランニーは事物が視覚や計測の方法によって異なった相貌で立ち現れる様を記述する言語を求めている。これに対しスピノザは全てを内部に求めると考えたのだ。この実体の究極は神と言わざるを得ないのだが、もはやそのようなことはどうでもよい。あるものを真の実体だと証明したとき、それは同時に別のあるものは実体ではないと言っていることになる。そうした言葉は常に実体ではないと言わざるを得ないものとの対比、後者による前者の領域限定があって初めて成立しうる言語ではないかということを、なぜスピノザは忘れたのだろう。それもまた西洋的意思であったが、ヘーゲル以下を突き動かしたその意思の崇高性は今や我々を説得することはできないだろう。それは西洋にだけ必要なアブノーマルな意思であったからだ。これ第1節なんですね。で、第2節もまあ読んでみましょうか。第2節、ビトゲンシュタインとマイケル・ポランニ。前述の人々からフッサールを得てマルチン・ハイデガー、そして今日のジャック・デリダに至る西洋思想の流れを、私自身も別のところで行っているように、個別の違いを強調し対立を読み取るように検討していくことは可能だ。しかし今日、20世紀西ヨーロッパにおいて最も良質のセンスを持つと思われるルードヴィッヒ・ビトゲンシュタインが、ついに神の内部への取り込みどころか、それを目指すための武器たる言語自身の相対性、あるいは危うさに気づいたことを知るなら、西洋形而上学の問題をビトゲンシュタインに沿って考えていくことが最も効率的かつ緊迫したやり方だと言えるだろう。ビトゲンシュタインは、人間と言語の関係がスピノザやニーチェが考えていたより相対的なものであり、かつまたその言語が人間を支配し得ることに気づいた。ここに西洋は外部の内部化という長年の課題以外のもの、すなわち本来ならその努力を発現すべき前提として問うべきものであったところの、それを語る言語自体が我々人間の外部かもしれぬという大問題に気づかされたことになる。日本のカルタニ公人が、あるいは西洋のビトゲンシュタイン論者のほとんどが、ビトゲンシュタインを言語に対する気分としてしか捕まえられぬがごとく見えるとき、ビトゲンシュタインの問題は外部をくくり込もうとしてきた形而上学の言語自体が人間にとって内部か外部かわからないという問題だと気づいているらしいことは注目すべきである。そして彼の最近の仕事も我々の視座から本書の中で検討されていくことになる。でこれ中があるんですが、これは同時期に小坂周平という人と対談があって、そこで言語という神という本があるんですが、中西ヨーロッパ形而上学の研究をしている小坂周平は、私がここで外部のくくり込みとか取り込みとか表現している全く同じことを
外部で繰り出しと表現する。しかしこれは同じことであって、小作は外部とくくって他の内部全体から分かる動きに 着目して表現するから くくり出しになるのであって、外部を外に捨ててしまうことを意味しているわけではないのだと言っています、しかしそれにしてもここでまず注意しておくべきことが一つある。ビトゲンシュタインやカルタニはそれぞれ西洋にとっての異質物としての統合的思考に接触を受けながら、とにもかくにも西洋形而上学を主な土俵として認めることをやめないでいる。そしてその中でたかだかその土俵の最終的限界を感知し始めたということだ。けれどもマイケル・ポラニも私も西洋形而上学の検討からようやく言語という神の存在に気づいたということでは全くない。哲学の言説のあれこれに関心を持つ以前から世界の全体あるいは宇宙の親鸞万象への関心を育んでいたし、おそらく全人類に共通であろうというあるだろうこの関心とは一体何なのかという問いに答えるために、もし有効ならばと西洋形而上学にも手を出すということでしかなかった。どちらがノーマルであり、あるいはオーソドックスであるかの判断は他人の気分に任せよう。マイケル・ポランニー、マンチェスター大学はビトゲンシュタイン、ケンブリッジ大学と同時代のイギリス大学人であった。その言語観には多くの共通点が見出される。しかし、今日、ポランニーとビトゲンシュタインという興味ある論文を書いている C.B. ドゥーリーは、ポランニー教授自身は自分の思想とビトゲンシュタインの思想との間に注目すべき類縁性があるようだと考えていなかったらしいし、またビトゲンシュタイン派の人々から自分の考えに対してシンパシーを得られるとも期待していなかったらしいことを嘆き、両者の間にいかに近似性があるかを長々と検討している。ドーリーの努力の結果は、要するに両者は人間による言語の使用はその背景を支持したり、関係性の中で意味を変えたりすることに注目すべきだと指摘したり、言語使用それ自体に基づく誤謬があると誤謬ランゲージベースドエラーズがあると指摘したりするところが共通しているという主張に要約されるが、マイケルはビトゲンシュタインについて、ビトゲンシュタインの単なる文法に関心を持つだけの哲学的主張の目的は、そうする行為のあり方を無視したままリアリティを凝視したり分析したりすることであると厳しく批判している。言語哲学においてマイケル・ポランニーよりもはるかに著名な存在であるビトゲンシュタインをこのように批判しては、マイケルの地位が危うくなりかねないとドーリーは好意的に考えたのか、彼はこれはマイケルの費用上の誤解であると抗弁する。しかしここでマイケル・ポランニーが哲学的主張たる言語に見せかけや最もらしい口実の含意を持つ語プレテンスを用いていることや、その前後の議論で一貫してビトゲンシュタインを疑似代用性シュードサブスティチュートの主張者として批判しているかところから見るなら、その批判は疑いもなく革新的だと言わねばならない。つまり彼はビトゲンシュタインが自ら一応疑問とし、なおかつそれを乗り越えていると言っているユイナ論の枠内に結局残っていると批判しているのだ。言葉は知ること、すなわち存在することの動的構造の中にのみあるものである。結果、言語は結果からではなく動因または原因から見ていくことしか正しい接近法はなく、かつまた生きている言語を生きているものとして捉えるやり方はないとポランニーは言おうとしている。その基礎的な批判の意味について私は長年考えてきたが、とりあえずここで言っておけることはこうだ。ビトゲンシュタインは単語の背景に主張があることによって、我々は実際に暗闇の中に赤いバラを見ていなくても赤いバラを見ているように想像することができると指摘する。そうすると我々は言語によって実際注目しているもの、あるいは目にも見えてもいないものの背景を知るのである。これは要するに単語が文法に支配されるということだ。我々は単語を発しているが、実は文法に焦点を当てて、時には一つの単語が何かに隠れて見えていなくても文を読めてしまうということでもある。つまり一つのレベル、層にはその背後のレベルがあるのである。これが私の言うところのマイケル・ポランニーの層の理論に似ている。だから類似性が主張されるのだ。しかしマイケルの場合はレベルの数はほとんど無限に拡大できるものだし、それもまた注目の仕方によって変化しうる。それに対しビトゲンシュタインはレベルは決して一つだけではないのだと単純な指摘をしているのに等しい。なおかつビトゲンシュタインの次元ではマイケルが最も関心を持つところの、人はなぜそのように言語を用いるのか、また用いている時に何が起こっているかの会への問いかけには全くないというべきである。したがってビトゲンシュタインの主張は西洋形而上学の流れにおいては言語観において最もマイケルに近いものかもしれないが、もともと閉じた言語体系を問題にしないマイケル自身にとっては、そのような相対的流言性を戦略的に評価することなどには何の興味もなく、多少冷たすぎたにしても2秒なく拒否したのであった。また何よりもマイケルはノーマルと表現した姿勢や方向に沿って、人と言語の関係を含む暗黙知の全体像たる階層的構図が、生命の進化、DNA の役割、意識の発生、時間と空間の取り込み、
精神と身体の関係と外部と内部との対立までも一つの理論で語れることに確信を持っていた。なぜなら暗黙知が示すところのものは我々が言語に意味し付与して語りうる以上のことをすでに知っているということであり、学問の問題としては後はいかにそれに具体的に注目して言語にするかということだけになるのだ。もちろんその場合もともと開かれた言語体系で構成されていなければならない。それはしかし人格的知と存在、暗黙知の次元などの著作によってすでに展望が示されているのであるが、我々の多くはまだそれらの著作をもある実態を一義的に記述するという講義の有名な論的な姿勢で読むことにより、読む側の袋小路に陥っている。例えば暗黙知を単なる潜在的な神秘的な能力だと見るようなものである。すでに出された翻訳のいくつかことに最近の知と存在がほとんど解説を付さなかったことは許されるとしても、これまで日本に紹介されたヨーロッパの言語体系の中で、とにかく異質なマイケルの言語の用い方について一言して一言しておかねば、読者も訳者も混乱するばかりなのである。で、ここでその初めの一冊で枠を立ててしまって、その中をしらみつぶしにすればいいのが姿勢が共通しているというんですが、ただその栗本さんはそのマイケルのその暗黙知の理論から層の理論といって、あの身体内部の中で我々原生動物から脊椎動物、魚類、両生類、爬虫類、哺乳類と、その例えばこれはパンツを捨て履いた猿ですが、あの映るかな、このようにしてあの階層化するんですね。で、原生動物からずっとこうって、これはだから進化の過程で人間はこういうなってる。だから人の体の中にはアメーバ自体の法則が生きてるし、脳の中にはマンモスと戦った頃の記憶も残ってるって書いたんですけど、その身体の内部って枠を立ててしまうわけですよ。で、その中をしらみつぶしにしていけばいいってことを一応は立てるわけです。だから でも栗本さんは身体感も違う、この時代によって身体感は違ってきたって言い方になって、その天って地は融合してたり、あるいは一人の人間の体じゃなくて大多数が融合しているような感じがあったんじゃないか。だからそのあの皇帝、王様が死んだ時に一緒にあの大量にあの犠牲になる人たちがいる、自ら自殺的にあの一緒に葬られてしまう人がいるんですけど、その場合だからもしかしたらばその感覚が一体化してたのかもしれないってことなんですけど、でそれがその言語によるとか文化によるというだけでなしに、そのそれ自体も身体内部の過程なんですけど、その脳がそういうふうに なってたんじゃないかって言い方になりますね。でも それ言ってもどこまで言ってもその身体内部の中のしらみつぶしにはなっていくわけです。だから枠を立てで、ね、層の理論で立ててしまったこと自体がある種の枠では、その層の内部と外部との差を問題にするわけですから、ある種の枠を立てていることになるわけです。それは厳然たる事実として、その生命体というものは外界と離れた境界線を持ってるだろうということになるんですけども、だからその場合そのでここで今読んだその ある実態を一義的に記述するという抗議な有名な論的姿勢って言ってるんですけど、これはだからそのソーシュールで言えばシンフィアンとシンフィアっていう言い方になって、シンフィアンというのは例えば犬だったら犬っていう音、ドッグっていう音があって、でシンフィアというのはその実際に表している意味としての実際の犬ですよね。だからで言葉に書かれたもので卑俗な言い方をすれば、言葉に書かれたもの、本に書かれたものを事実だと認定してしまう。そうするとその固定された事実にあの執着するみたいな形になっていく。それはその時で言葉というのは それそのものではなくて、ある別の もう言葉に表した時にそれはそのものでなくなっているからこそ、その言葉によって言葉の操作によって現実の操作もできるという次元があって、そこのところのやはり言語論の問題なんですが、結局その言語論の問題というのはこの栗本さんの本では最終的には突き詰めてはいないと思います。だからこれは残された課題になっていますね。で、この本はやはり
その生命の問題をどう捉えるかっていうところが中心になってますね。で次をまあとりあえず序章を全て読んでみましょうか。残り第3節暗黙知理論の展望、ここでようやく本論の初期的展望に入ることができる。いくつかの理解上の重要なポイントを挙げておこう。ここではあくまでも序論的な範囲であって、本格的な検討は序章以降に行われる。 A 包括的全体と諸細目について、階層の積み重ね、あるいは層の理論について。暗黙知とは人間の人格的参加による知の全体の在り方に対する表現である。それは人間が対象を理解すること、そして実は対象を設定すること自体の中に現れているとともに、それを包摂する人間の行為全体を指す。決して物理学的な身体内にある潜在的知覚能力の言い換えではないが、それもまた暗黙知の一部である。その行為全体の目的は人間が自らの宇宙における存在論的位置を知ろうとすることであり、意味は物理的定義ではない生理的なプロセスとしての身体を外界に空間的に拡大することであることであることから、意味形成の中に我々が感知することのできない体内の原理としてのメカニズムが働くプロセス、およびそこに含み込まれている進化や発生の論理を引きずり出して監視するためにあると言ってよい。もちろんその進化や発生とは実体的な対象ではなくて、それを制御している原理それ自体のことである。言語の基本的位置を考えるためには、対象から意味を読み取り、センスリーディング、それを狂言の言語を用いて表現し、センスギビング、再びその言語を読んで意味をつかみ取ることが行われるということに注目すればよい。これは例えば、我々が未知の国の風物に接して、そこから風物自体を超える存在論的な何者かを読み取り、A、それを手紙で言語を用いて表現したところ、B、それを読んだ友人が、我々が用いた手紙の文章に付与した意味を再び読み取ってくれる C というようなことである。ここで ABC のいずれの行為にも、人が眼前で見ている細目的諸要素それ自体の存在だけでは何も示し得ない一種の虚構を構成してその意味を掴んでいく統合、インテグレーションの行為がある。そのいずれもが暗黙知の働きであり、ここでは ABC の3つがあるから暗黙知の3つ組元素、ザ・トライアドとマイケル・ポランニは呼んでいる。当然のことながら、風物のどの具体的諸細目にもその国の文化を全面的植物的に背負うものなどはない。これは我々がアテネのパルテノンの神殿近くの丘における石や花を見たとしても、それ自体そのままギリシャであるわけではない。しかし我々はパルテノンの丘の石や花に注目することによって、その背後の文化やギリシャに焦点を移して注目し直すことができるのだ。その統合の力は我々人間が人格的に身体内の注目の原理として持っているものだ。しかしその文化やギリシャをある文章に写し込んだとき、それはいずれにしてもあるメッセージを具体的に伝えるものとしては常に不十分な言葉であるのではあるが、その文章としての言語はこれまたいずれにしてもそれ自体で十分に完結することなど初めから求められているわけではない。どう転んでも石や花がそれ自体ギリシャを全部具象的に抱え込めるわけではないように、言語もまた含意するメッセージを全て固定的に抱え込みはしないし、そもそもその必要がない。再度の意味読解をする人、この場合は手紙を読む友人などの他人は、そこの言語がある一定の範囲内での原則にのっとっておれば、文化やギリシャに再び焦点を当てて感知することができる。でここに中があるんですけど、私はこの大雑把な原則についてマイケル・ポランニーがあまり言及していないことに不満を持っているが、それを一応次のように解決している。例えば山という単語が含意するものは、山という音声の遥か彼方にあるが、山という単語で我々の暗黙知が了解する範囲は決まっている。それは山でないものとの対比によってのみ決められる領域内にある。明らかに川は山でもなく、豚も山ではない。そして島や丘や波が山形に盛り上がっているものになると、時折、山とそれらとの不安定な境界状況が発生する。そこで山と呼ぶべきか、波と呼ぶべきか、わからないといった危険な領域の脅迫があって、それは決して固定的に線引きをしなくても良いままに、例えば、魔性とか領域的領域ということにしておいて、明らかなる山という言語の概念領域が成立するということである。で、すべてのレベルの言語上の諸表現は、言語自体で表現されるものとしては、そうでないものとの対比によって基本的に成立し、概念上の安定は境界領域の不安定性の存在によって逆に獲得されるということになる。これは私による理論的補足であるが、かの山口正夫理論の柱となった中心と終焉という概念が
マイケル・ポランニーの終焉制御の理論、ザ・セオリー・オブ・マージナル・コントロールにもその発端の一端があることが改めて注目されてよかろう。この場合で中が終わりです。でこの場合我々の感知しようとする焦点的対象はフーボスの具体像ではなく文化やギリシャである。これを包括的全体コンプレヘンシブエンティティとすると、パルテノンの丘の石や花、あるいはアテネ市内の D という店にあった E という品物、あるいはコリントで出会った F という女などなどがその包括的全体の中にある諸細目、ザ・パティキュラーズである。この諸細目は我々としては直接かつ具体的に目にしているものだととりあえず考えることができる。しかしギリシャもギリシャなる文化も直接見ているわけではないのだ。なぜなら文化もギリシャも諸細目を制御する原理としての文法でしかなく、その文法は決して目に見えないからだ。ここで我々はある一つの包括的全体を知るためにまず具体的な諸細目に注目、それでそれを通じてその背後あるいは上位にある原理へ焦点を移すことができるという構図の存在を知るだろう。我々の知の構図は常にそうした形で階のレベル、階層または層にある具体的諸細目への注目からフロム、上位の原理である包括的潜在へとトゥ、注目を移す形になっているのである。これをフロムトゥリレーション、フロムツー関係またはからへ関係と呼んで、ここで含意される層またはレベルの違いを含む構図が、私がマイケルの議論をとって造語した層の理論、ザ・セオリー・オブ・レベルズは、ザ・セオリー・オブ・ヒエラルヒカル・レベルズと称するものとなる。この層の積み重ねは、無限に上下につながるものであることに注目しよう。ビトゲンシュタインはある曲の中の音は曲全体の関係において意味を持つことや、暗闇の中の赤いバラはもし見えなくても我々にとって赤いバラたりうることを指摘して、ある一つの原理に対して上位の原理が制御することによって初めて我々の言語的世界が構成されていることを指摘した。しかしそれから先彼は進まないのだが、マイケル・ポランニーはそして考えるまでもなく、彼でなくても極めて当たり前のことに、ある場合に上位の原理であるものが我々の注目の仕方によっては相対的に解になることを指摘した。それゆえに注目や表記の仕方による事物の我々に対する立ち現れの違いを説明できることになったのだ。この展開はビトゲンシュタインにとって確かにあと一歩のところであったが、マイケルに言わせれば言語を発語し、その意味を他者が読み取る行為自体に人格的参加による暗黙知の働きがあることをビトゲンシュタインが理解しなかった。それは全体に対する関係性としての部分というそれ自体は正しいが、とどのつまり第一歩にとどまっているためであったのだ。しかしこの壁は簡単に越せるものではない。なぜなら繰り返すが、言語行為に人がいかに参加しているのかという人の言語行為に対する自己言及的な理論的視座がなければ越せない壁であったからだ。そしてこの視座は言語を相対化するというならどうしても設定せねばならぬものであったはずだ。こうしてマイケルにおいては層の理論およびフロムトゥーリ関係への着目によってある事態をいくつもの様相において語れるようになった。しかも理論の体系自体は崩さなくてよいのだ。つまり先の例では具体的な存在に見える石や花からその背後のギリシアの文化やギリシアを見たわけだが、ここでは一見文化やギリシアが最終的な焦点的感知の対象であるように見える。しかし注目の仕方を変えてギリシアを地中海文化なりヨーロッパなりを構成する諸細目の一つとすることも当然できるわけだ。我々は先にギリシアというものは具体的には見えるものではないと言ったが、アテネのパルテノン神殿の丘で透視的にヨーロッパに焦点を当てて考えようとするとき、完全に具体的に見えているのはギリシアの風景であって決してイタリアの風景ではない。この場合は我々はギリシャに注目しつつそれを通じてヨーロッパを見るという言い方をしても構わないのである。なぜならギリシャもイタリアもギリシャをイタリアなどとともに下位の諸細目の個々としたところのヨーロッパがあるとしても良いからである。そしてアテネの丘で見ている石や花は、あるいはそれを含む光景はそのレベルにおいては間違いもなく具体的なギリシャそのものであって決してイタリアではない。しかももしそこでヨーロッパを知ったと言っても構わないのだ。しかしもしそこでヨーロッパを知ったと言って構わないのだ。かくしてベートソンが論理回転の違いということで言おうとしたことは、我々の言い方では注目するレベルの違いということになる。同様に石と花はギリシャにとって諸細目であったかもしれないが、注目の仕方によっては石や花自体が一つの包括的全体と考えられても良いのである。石や花もそれ自体がいくつかの分子構造を諸細目として成り立っている。あるいは植物である花の場合は花弁や萼などから成り立っていると見ることも可能だ。我々は先に花は具体的に見ているものだと言ったが、現実に我々の目は花弁や萼を見ているのであって花を見ているのではないとも言い得る。花というものはより簡易のレベルに注目すればそれ自体
先のギリシアのように一つの包括的全体になるだけではなく、やはり虚構の存在なのである。このように層の理論は上にも下にも複層のレベルを設定して考えるものであるがゆえに、注目の仕方による様相の変化、そして解レベルを固定的に考えるところから出る解の諸細目の実体的規定からの脱却ができることになった。ここで我々はビトゲンシュタインを読みながらどうしても引っかかるところのあったあの時折の実体論的表現から完全に解放される。 B 暗黙知の第1項と第2項、吉田大役の知と存在の翻訳文では諸細目についての2つの感知の方法を低焦点的と補足的、時に補助的としているが、原文ではフォーカルアワイランネスとサブシダイアルアワイランネス、である。一見正しい役に見えるが、これはマイケル・ポランニーの意味不要を読解した役とは言い難い。前者は低焦点的でもよかろうが、後者はその注目されている諸細目がより上位の原理の中ではどういう位置で働くかということに注目するという感知の仕方のことを指す。つまり意味的には関係的ということになる。ギリシャの文化という全体の関係の中での部分としての石や花ということだ。私は今のところこれを全体従属的と訳したらどうかと考えている。つまり花としての花ではなく、ギリシャの花という側面について感知するのに、包括的全体に対して従属的なのだ。全体の中での関係という意味でもよい。いずれにしても注意すべきは、同じものが焦点的に感知される場合と全体従属的に感知される場合とで立ち現れが違うということを強く含意する。さらにもう一つ、先の例のごとく石や花だけでなく、その上位の文化やギリシャもまた包括的全体として焦点を当てられて注目される場合と、より上位の地中海文化なりヨーロッパなりとの全体の従属的な位置で注目される場合があるということであった。これは全体があるときには部分になり、部分がまた全体になるともなるという考えであり、同じブダペスト出身の思想家アーサー・ケストラーの全体史ホロンの考え方に大変近いが不思議ではあるまい。しかしケストラーと違ってマイケル・ポランニーは風物と国というものだけでなく、人間の生理的反応や身体と精神の関係全てにこの同じ暗黙知の構造を持って理解できるとするし、計測機器との構え合いによって現出する姿を変化させる物理科学の諸現象についての専門家でもあるために、相対的な言語という点において一本も二本も注意深いように見える。また術語もそれほど厳しく固定させていない。暗黙知の次元においてマイケルは諸細目を暗黙知の第一項でかつ近接項プロキシマルターム、投資されるより上位の包括的全体の方を第二項および遠隔項ディスタルタームと名付けた。有名な電気ショックとショック綴りとの関係による人間の潜在的知覚能力への確認の実験があるが、この場合はショック綴りが第一項で近接項、不快な電気ショックが第二項で遠隔項である。ここでもカラー関係が働いて、人間は石や花と同じく近接光に注目しつつ電気ショックに焦点を当ててそれを予測する。こうしたことを記述するときに、近接光なら近接光を常に近接光とか諸細目とか固定して表記しないのは、全く同じものもする人の注目の仕方によって変化した層で現れることをマイケル・ポランニーが意識しているからだとも考えられる。しかしこの辺が彼の著作を読んでいく場合、軍国学に慣れた日本人への障壁になりやすい。ここでいう電気ショックの実験というのは、人間に感知できないほど弱い電気ショックが与えられているっていう認識には上らないわけですね。で、例えば赤いあの色を見せてた時にその電気ショックを流すと、で青い色を見せた時に流さないとすると、でそれは意識に上らないんですけど、無意識的にその、赤い色を避けるようになってくると、それを繰り返すと、でそういう無意識の過程が身体にあると。でそれをマイケル・ポランニーは暗黙知の次元の中でやってるわけです。でこれはもっと今ちょっと思いつきで言いますけど、暗黙知の次元の中で具体的にもう少し書かれてるはずなんで、でこれはちょっと本当かどうか知りませんが、例えば ライアル・ワトソンっていう人が言ってたのは、そのネズミかなんかをカゴに入れた時に水を流して、その下にそのカゴの床の下に水を流す部分とそうじゃない部分を置くっていうと、水を流した部分には何か寄ってこないみたいな話があったんですけど、まあ、これ不正確な話かもしれませんが、要するにその身体内に
意識できないけど身体内で感知しているものがあるという話です。で、次いきます。 C 意味の様相と暗黙知の所相。意味というものもまた注目の仕方によって大きく2つの対応で現出する。人の顔を誰それと判断すること、サイグノミーにおいては、これまで述べたように具体的に見ることのできる諸細目に注目してその相対としての顔に焦点を当てるわけで、ここで要望が諸細目の意味となっていて、その場合意味は諸細目と同じ空間に付着している。これが意味の形成の第一タイプで、私が本書で挙げたパルテノン神殿前の石や花とギリシャという例はこの第一の方の意味形成にあたる。諸細目とその包括的全体である意味とは同一空間に存在している。第二の方は我々が探り杖や道具を用いて身体内部の潜在的知覚をあらわに応用して意味を捉えるもので、マイケル・ポランニはこれを先の要望監視型のものに対して投手術型テレグノスティックと言っている。これはショック綴りを見て電気ショックを予測したり金槌で釘を叩いたりするとき働くものがこれである。つまり我々はショックに先行する綴りや金槌を握っている手のひらの感覚に注目して、その背後あるいは上位の電気ショックや金槌で叩かれている釘の動きそのものを意味として受け取るのだが、注目されているショック綴りや手のひらの感覚は元来何ら電気ショックや打ち込まれつつある釘の一部をなすものではない。これに対して石や花はともかくギリシャの一部である。こうした場合、実は我々は自分では意識的にコントロールできない電気ショックを予測する身体内の反応プロセスや手のひらの感覚によって無意識に釘の頭に当たる金槌の動作を制御する身体内の反応プロセスを近接項、中心項としている。これはこの時の諸細目であるが、実際にはそれは体内にあるのだ。身体内の潜在的な知覚能力に依拠して目に見えない反応プロセスに注目することによって意味としての電気ショックや釘の動きを作り出しているわけで、この場合意味は身体内から外部へと空間的に分離されたまま蔓延していっているのである。道具の使用や技能の習得において我々人間はこのような意味形成における第二の型を頻繁に用いる。これはまたそれ自体何の注目されるべき根拠を持たない人名の発音を聞いて当該人物の全体像を想起するというような単純な蔓延的意味デノテーティブミーニングにおいても見られることである。この意味の第一の方も第二の方もいずれも暗黙知の働きによっている。しかし第二の方は極めてはっきりと身体のプロセスが外縁的に人間における意味の形成に参加していることを示すものだ。このことから一つの重大な結論が引き出されざるを得ない。つまりそれはつまり人間が事物に意味を付与したり解読したりするときには常に我々自身が知覚しない身体内のプロセスを動員するということだ。そうすることによって人は逆に身体内部を覗き見ることができるとも言えるのだ。身体内部には人の生存の最高原理に至るまでの全ての階層の諸原理がピラミッド状に積み重ねられている。生命が DNA の持つ膨大でほとんど無限である情報にある種の制御を加えて成立してきたものであれば、その当初の原理もまたほぼ最下層にあたるところにその制御原理として存在していることになる。身体内部の意味への外縁的拡大は当然その最下層の制御原理をも外へ引きずり出すことになる。この意味で人にとって意味の形成とは進化の基礎にある原理との接触の過程でもあると言える。暗黙知の諸相とは、ある一つの怪原理に属する諸細目への注目から上位にある包括的全体へ焦点を当てて理解する最も基礎的な暗黙知の構図において、そこに生ずる動きや関係の4つの顕著な層である。暗黙知とは人が物事を知るやり方であると同時に、そのこと自体で存在することと同義なのだ。つまり知ることは存在することであり、存在することは次の4つの諸層に大きく分類される動きにおいて知ることであると理解すべきだ。ここでも他と同じように注目の仕方によって見えてくる様相が違うということが繰り返し意識されるべきである。4つの層とは、機能的、ファンクショナル、現象的、フェノメナル、意味論的、セマンティック、存在論的、オントロジカル、諸層だ。機能的諸層とは、諸細目に注目することによって上下の包括的全体へ向かうという動きとか方向性を示す局面のことであり、現象的様相とはその結果初めて諸細目が全体への従属の中で位置づけられて、つまり配列化されて現れて見えるという静かな状態のことである。前者の場合は暗黙知の構図のうち注目しているのが動きとか方向性である。後者はその結果として静的に見えてくる諸部分の安定的配列のことだと思えばよい。しかしここではまだ全体を見た上での位置づけはなされていない。それがなされると意味論的諸相様相が見えてくるのだ。つまり全体をはっきり持った諸細目はそこに全体性の中での意味論的位置づけができるようになるわけだ。最後の暗黙知の存在論的様相というのは、とりあえず最終的に到達した包括的全体の輪郭をも超えて広がっていく
さらに大きな全体的な何者かを統一させるような広がり、あるいは突き抜けとでも呼ぶべき広がっている状態を言う。これがいわゆる潜在型のものなのだ。これで4つの要素の違いは要するに同じ暗黙知の構図の局面の違いである。で、生命と進化、そして精神と身体、知と存在なる書は、その目次構成の全体が層の理論を意識して作られている。つまり書物の最終章に最下層であるところの生命の物理科学的原理を分析する章を置き、最前章には層を積み重ねると最上層に来るべき人間の道徳に関わる分析を置いている。還元主義的な立場から言えば、ニヒリズムを超えてと題された道徳論より物理科学的諸原理を語る章を先に出した方が通りが良いのに、そうしていない。しかし弊社のマジョリー・グリーンがあえてより人間的な問題を先に出し、次で科学論、それから生命論と次第に下位レベルのものを持ってきたのは、層の理論的に筋が通っている。したがって私がマイケルの死後の編纂書ではあるが、全体的にはこれがバランスよく優れているとした理由である。ただし今のところ翻訳がひどすぎるので、英語で読んでおいてもらう方が理解上無難である。マイケル・ポランニによれば、生命は DNA 情報によって決定されるのではない。無限の膨大な情報を含む DNA を我々の生態に生かす制御原理があるはずなのだ。上位の制御原理は下位の原理をコントロールするが、上位のそれは下位からはそれ自身独立している。言い換えれば、原理として独立し、素材や成分としては依拠しているということではないか。例えば生体の肺細胞の中には DNA 分子の複製があるわけだが、そこにおける塩基の線状の配列は DNA 分子内部の化学的省力から独立しているからこそ、意味のある情報を伝えることができるとしか考えられないのではないか。だから我々は生命をその個体の体の素材となって作り上げている物理科学的な省力に関連して理解することはできない。つまり生命に関する全研究は結局分子生物学に還元されるということはないのだ。これはこれまでの生命科学における大きな誤解が発するところであった。故に DNA 論がある種の袋小路に入っていったのだった。もしそうであるとするならば、極めて当然のことながら、精神は身体によって完全決定されるということ、という論理上の運びにならざるを得ない。しかしそうはいかない。精神は身体との関わりで暗黙知の意味論的要素において見るならば、身体メカニズムの意味ということになる。このことが意味するものは、精神は身体の機構に根ざしてそれを利用してはいるが、その活動において自由だということなのである。しかし身体メカニズムという層の上にある精神としては、身体が物理的に破壊されているのに活動するということもできない。これもまた層の理論の枠において理解され説明されることである。第4節、精神、身体メカニズム、身体。注目の仕方により立ち現れの変化があること、ことの初めから認めるこのような相対的な議論は、その基調を断固として崩すことなく多様な方向へ議論を展開させることができる。それでいて、我々が語っているものは常に一貫して暗黙知の構造及びその規定となるプロセスとしての身体についてだけなのである。我々はマイケル・ポロニーにより身体プロセスとか身体メカニズムとでも言うべきものが、精神の直近下位であって決して物理的な器官や器官系が直接精神に制御されるものではないことを知る。本書で詳しく検討するように、精神は身体メカニズムの意味なのである。我々は身体を用いて意味を作り出すということを、直ちに手足や胴体、それ自体を通じて世界を感知することであるように理解しやすいが、そうではなく、少なくとも身体メカニズムなるものが精神と物理的存在たる身体の物理的小構成細目との間に入る階層であることを知ったのだ。しかるがゆえに、人は手足を失っても逆さ眼鏡をかけても若干の訓練の後にいわゆる通常の身体的感覚を保持できるのだ。この問題が日本において生命現象における原生的阻害と純粋阻害という問題、および肉体の欠損から生じる問題に関心を寄せる吉本隆明の書論とどういう関わりになるかが差し当たっての一つの重大な課題である。そしてもう一つ大きな課題は、私がこれまでカール・ポランニに従って展開してきた理論とこの暗黙知の構図とがどうつながっているかということだ。これも今後展開していくべきものだが、簡単に展望だけ述べておくと、私がこれまで述べてきた過剰当人の原理とは、人に関する層の理論の地図を作るならば、最上位の人を制御する原理なのだ。要するに、人の行動に関する全ての原理的考察はそこにおいて考察されねばならぬ。そしてさらにもう一つ、私がここ 2,3 年マイケル・ポランニの言う暗黙知に多量の言及をしてこなかったのは、私自身が彼の非西洋的な言説との展開法に多少戸惑いを持っていたということだけでなく、彼の言語観に対しあることを付け加えねば理解できないのではないかという疑問を持っていて、それを論ずるに自信はなかったからである。しかしもはや時間がない。これまでの考察をとりあえず全面展開しておく必要があるため、筆を取ろうとするものである。
でこれ中がありますけど、で先ほど読んだあの中にちょっと触れて、その一端は本書では中に少し触れているマイケル・ポランニュ自身の言語感はもっと直感的に直際的に直感に強固に依拠したものであるっていう感じますから、だからマイケル・ポランニュ自身はそのそうですね、その言語論としてはやらなかった。で今ちょっとその暗黙知の例についてあの電気ショックとか金槌って出たんですけど、これは暗黙知の次元に書いてあることを説明抜きで引用してしまっているので、あのできればそれをちょっと次回つけて加えてみたいという気もします。それとですね、ここではまだ言ってないんですけど、栗本さんは開かれた言語体系という言い方をしてまして、西洋の閉ざされた言語体系に対する非西洋の開かれた言語体系という言い方になってるんですけども、でそれはだからそのさっき言ってるの枠を立ててその中をしらみつぶしにすればって言い方なんですけども、枠を立ててしらみつぶしにするというやり方っていうのが西洋だけのものとも言えませんし、そので言語感を変えるといった時に、やはりその言語自体に即してどこがどうなのかって言わなければならないと思うんですね。その個別言語もありますけども、でそこら辺でちょっと違う軸を入れられるんじゃないかっていうのが僕の今の関心ですね。だからその例えば この主語無用論といった三上明さんという人がいますが、その主語性と述語性というと立てた時に、主語性の西洋言語と述語性のまあ日本語と言ってもいいんでしょうか、まあ、我々が一番検討できるのは日本語だとすれば日本語というふうにして軸を切り替えてしまうことが必要じゃないかっていうのが僕の今の関心です。だからその栗本さんの切り替えた言語体系、閉ざされた言語体系というのと主語性述語性というのを重ね合わせてあの何か作れないかというのが今の僕の一つの関心なわけです。それであとはあのでこの主語がなかったっていうのは金谷武弘さんという人が今の三上明の紹介をしながら、英語にも主語がなかったとかそのさまざまな展開をしていますけども、その主語言語と述語言語という立て方で軸を変えることができるんじゃないかというのが今の僕の一つの関心ですね。で栗本さんのこの意味と生命におけるはだんだんそのやはり生命論的な感じであの話が緊迫していきます。そのパンツを捨てる猿とあの同時期に書かれてるということで非常に緊迫した感じになっていって、まあ、一応まあ言語論の話はなんかどっか行っちゃうんですよね、ある意味で。ただもちろんなんて言いますかね、問題提起は散りばめられているので、そこら辺はここから先の問題になってきます。で今は序章です。で全体としてはこの後第1章第2章第3章第4章と言われてますね。じゃあそういうことで。